感覚の変化は、自身の要求する方向になりつつあるが。それは自身の時代に、定番だった要素の否定、それでもある。今の時代、脱衣ゲームは倫理の壁がある。女性はロークを投入することで落とせる存在ではなくなりつつあるわけだ。その感覚、それはもうナンセンスではある。しかし、ということは定番の、買ったら女性が脱ぐ、それはもう、要求があってもダメが出てる、奇妙なそれになってしまう、ということに。そんなことを考えてゲームを作らねばならないのか？それを聞いてくる業界が、実際には低レベルだったか、それとも。新型コロナウイルスが、強奪連鎖の工程で発症する、としたら、弱者に無理を強いるそんなネタ、それはもはや、ご法度に近い。弱者？感覚さえなかっただろう。風俗場とはあくまでも、望む女性の職場。